さて続いては私たちの年金についてですこちらご覧いただきましょう私たちが受け取る年金というのは現役世代が支払う保険料とそれから税金によって賄われていますが少子高齢化によってご覧のように2035年以降というのは財源が大きく不足すると言われていますそこで国は保険料の一部を積み立てて 市場で運用して増やすことで将来の不足分を補おうとしていますこの運用を任されているのが GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人です190兆円もの積立金を運用しているこの現場にテレビ東京のカメラが初めて入りました GPIF にやってきましたこの GPIF のオフィスにこれまでカメラが入ったことはないそうなんですが今回初めて入れることになりました早速行ってきます GPIF の宮園理事長の案内のもと、大江キャスターがオフィスに足を踏み入れました ここが GPIF の、はい、まあ実際運用のいろいろな業務をなさっている。まあ、はい、ここに全員160名全員ここで仕事をしています、ね。ここで戦略をこちらの部署はいらっしゃるんですね。投資戦略課です。ここが戦略の頭脳になっているところです。<っ>債券への投資戦略を担当する青木さん。<laughs> 今こちらの画面に映し出されているものは、はい、どういったものなんですか。これはですね、え<っ>こらの公開されている情報で昨年の3月末での GPIF の持っている全銘柄のデータになります。<ん>え株東債券合わせまして2万銘柄を超える銘柄を保有しておりまして、各国の中央銀行の政策がだいぶ変わってきているということで金利の変動も大変高くなっておりますので、<っ>そういったところを注意深く見ていきながらポートフォリオをコントロールしていくということ。 GPIF の持つ資産は株や債券などおよそ190兆円。世界最大級の機関投資家でトヨタ株だけでも2兆円以上を保有しています。ただ直近は4四半期連続の赤字。合わせて9兆円以上の運用損失が出ています。 これについて、はいはい、宮園理事長は金融市場のです、ね、が非常に難しい運用環境にあるということがです、ね、背景にありますけれども、やはりあの国民の皆様から見ればです、ね、大変ご心配をおかけしているというふうに、ただ、マーケット全体が落ち込む中では、損失は比較的抑えられたといいます。 実際、GPIF の収益はトータルでは100兆円近くに上り実質的な利回りも年平均で3%を超えています市場の変動には具体的にどう対応し基本ポートフォリオと言いましてあの運用目標をです、ね、最も低いリスクで,です、ね、着実に確保していくために選定したあの資産構成割合というのをです、ね、決めてまして。 GPIF は国内外の株と債券を25%ずつバランスよく保有することを決めていて市場の変動に対応しやすくなっていますさらにこちらは先月行われたアメリカの大手資産運用会社との打ち合わせです実は G P は GPIF 投資の多くを運用会社に委託、定期的にコミュニケーションを取り、投資リスクを減らすよう努めているといいます。年金積立金というのはですね、えー、まあい言ってみればまあ大きなあの図体の船だと思ってましてですね、えー、この船がですね、100年のまあ長い航海を続けていかなくてはいけないという毎日毎日 あの風向きとかですね波の高さをですねきちんと、えー、測ってですねそれに合わせて船体を調節するっていうですね積み荷を増やしながらの沈まない程度にたくさん積み荷を増やしていですね。<laughs> <laughs> はい